スパニッシュマスティフトは、スペイン原産の森畜用犬種である。別名マスティン・エスパニョール、マスティン・デラ・マンテア。紀元前2000年頃に、フェニキア人がもたらしたモロサスタイプの犬種が元になっていて、これを森畜用の犬種として改良し、土着の犬種と交配させて作られたと考えられている。主に家畜を狼や泥棒から守るのに使われていたが、力が強いため、 イノシシ狩りにもよく使われた。第二次世界大戦が起こった際には大きな被害を受けたが愛好家の手によって保護されていたために絶滅せずに生き残ることができた。戦後は優しい性格をより引き出すための改良が行われ、ペットや消毒グとしても買われるようになった。フシーに公認されてからはスペイン国外にも輸出されるようになり、各地で犬種クラブも設立された。 現在本種はスペインの国県として指定され、原産国内では人気のある県種である。しかし、体格の大きさなどから敬遠されがちで、国外ではあまり多く飼育されていないのが現状である。なお、本種は日本でも飼育されていて、国内登録も数年に一度行われている。 二千九年度の国内登録党数順位は百三十六位中百三十六位と最下位の犬種の一つであった。この年度の1原に続き、翌二千十年に誕生した二原が最新であり、三原いずれも日本生まれ三世代目の子犬たちである。原産国スペインでは日本での秋田県あたりに位置づけられる定番犬種であるが、日本国内ではこれまでもこれからも まだまだ希少であることは確かである。スペイン国内でも希少犬種であるピレニアンマスティフと並び、世界での知名度が高いレア大型犬種であるが、日本国内での繁殖において、これから先も苦戦が続くであろうことも日種で並んでいる問題である。デューラップや皮膚のたるみが大きく、頭部も大きく、幅が広い。マズルは短めで、顎の力は強靭である。 どっしりとした筋肉質の体格で耳は垂れ耳尾はふさふさした垂れを。ショートコートで毛色はホーンやクリームの単色やグリンドル、稀にホワイトのパッチやブラックマスクがあるものがある。体高72から82センチメートル、体重55から80キログラムを超えることもある。大型犬で性格は温厚で優しいが家族に危機が迫った時には勇敢に立ち向かう。 また、主人家族に甘えるのが大好きである。成長が早く、生後6から8ヶ月で体重が4 5ラムほどに達する。成績としての美しき、完成までには4から5年かかると考えなければならないが、太らせすぎは要注意である。高体重イコール美しい、威厳があり、魅力的などということは決してない。性格が良く、 運動量もあまり多く必要としないため、飼育は難しいわけではないが、力が非常に強いので、きちんと管理できる人間が飼育の中心となるべきである。食事量が多いため、食費を体が大きいため、いざという場合の薬、麻酔代も覚悟して飼育するべきである。かかりやすい病気は、大型犬種ではありがちな股関節形成不全や関節疾患などがあるが、 体重の過剰化や無理な運動などによる後天的な要因で悪化する場合もあるので、飼育には基本的な注意が必要である。特に肥満は心臓疾患、無理な運動は足、腰への負担のみならず、遺念点にもつながってしまう。また、原産国と違い、多湿な日本ではマスティフ系に多く見られる夏の熱中症にも十分に注意を払う必要がある。心臓、 疑念点、熱中症は、本犬種の三大死亡要因とも言えるが、飼育上での注意で防ぐことが可能である。ありがとうございます。